彼らの関心を引き止めるためになんか変なダイブしたりいろんなことやって、そこまでして政権取りたいのかっていうか、あの政治力を増やしたいのかっていうふうには僕も思いますけど、うん、すごいよね、うん、ちょっと引いちゃうもんねいや参政党とかやばいっすよ、うん、すごいもん。なんであんなブームになっちゃったの。いややっぱり参政党の支持者ってやっぱちょっと頭が足りない人たちが多い。ああいやマジで、だって陰謀論とかマジで信じちゃってます。結構若い人多いんですよね。若いちょっと頭の足りない人が多いかな。なるほどね。で陰謀論か。いややばいですよ本当にやばい。いやもうとんでも論ばっかなんだけど、うん、めっちゃ普通に信じてますからねみんな、うん、ちょっとうがった見方かもしれませんけど、情弱のリストを手に入れるためにはもうバッチリだなこれと思って。なるほどね、うん、だからある意味賢くって、今与党も主要野党立憲民主とかも基本的に中道じゃないですか、はい、中道ちょっと左右カバーするぐらい、はい、だから実は極端な右極端な 左のマーケットが空いていて、そうで極端な左は多分令和がまず狙って、令和が持ってってんの極端な左マーケットですよね。そうで一方で賛成党は右の極端かなと、でそれより少し弱いところに維新もいるのかなっていう感じで、うん、多分だから令和は正直令和の支持層そんな金持ってないと思うんですよ、うん、そう思う。本当に左を狙ったその なんていうのかな、まあネオ共産党みたいな、うんうんうん、感じの立ち位置だと思うんですけど、ですよね、賛成党は僕は多分半分以上ビジネスなんじゃないかと思ってますよ。それってビジネスとしてお金を集めた後に本来の理想的な、違う、そうじゃなくて賛成党の支持者っていうのは情弱だから売りたい放題なわけですよ。だそういう意味では賛成党の支持者はあの令和の支持者よりはあの収入はありますよ、うん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 、なるほどね、なるほどね、うん、要は本気で信じちゃってるからそういうことを、まあね、本気で信じちゃってる人は本気でそのなんていうのさらに情弱の人にビジネスしてるから、うん、だよくわかんないなんかあの自然酵母で作った変なドリンクみたいな、はい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 、あるじゃないですか。ありますね、ありますね、ああいうの喜んで飲んじゃう人たち、うん、それ腐ってるだけじゃんでもあれはある意味でネットを使って安定層を取れるじゃないですか、はい、多分令和の方が大変で、そういう言い方悪いけども活動的な方をどんどん取らないとまずいと。でこれ意外と高齢者も多いはずだから、やっぱ彼らの関心を引き止めるためになんか変なダイブしたりいろんなことやってこれ頑張ってるのかなっていう気がするんだけ ど、 あ、なるほど、ね、だから僕はまあ自分からやっぱなんか全共闘世代の人たちには受けるんでしょうね。そうこれこういうやり方が。そうでもそれを今の時代やっちゃうっていうこの情けなさは僕は嫌だなっていう気はしますけどね。まあでもそこまでして政権取りたいのかっていうか、あの政治力を増やしたいのかっていうふうには僕も思いますけど、うんうん、すごいよね、うん、ちょっと引いちゃうもんねまあなんか結果として消去法で自民党になっちゃいますよね。そうもうそうなっちゃうんです消去法でしょうがないですよね。まずですねこれマイナンバーカードのこのトラブルがこれ相次いでおりまして、うん、ちょっと岸さん根本的なちょっと課題を教えていただけるでしょうか。うん、だから根本的な課題はそもそもこれシステム使ってやってるわけで、情報システム、システムで最初から100点満点はないんですよ。で必ずトラブルが起きるよねと。で今回トラブルが起きたのは2つあって、1つはヒューマンエラー、つまり入力の段階の問題と、でもう1つがシステム自体の問題と、どっちも共通してトラブルが起きるのは間違いなかったのに、じゃあトラブルが起きた段階でどう対応するかっていうのを多分しっかりマニュアル化してなかっただろうねと。だから1件目のトラブル起きた段階ですぐ対応できなくて、こんな1000件のトラブルが、いっぱい出るというふうになっちゃったと。個人的にはあの絶対マイナンバーカードは必要で、本来銀行口座に紐付けて何かあった場合給付金とかすぐで出せるようにするのは大事なんだけど、この政府の不手際でだいぶ遅れちゃうだろうなというふうには思ってるんですよね。そもそもこれはもう1960年代からずっと構想あって、yes. で1980年代ぐらいにはその国民創生番号制とかって言ってもう大批判されて、それで頓挫した消えた年金問題とかマイナンバーがなかったん で起こった問題なんで、そう要はその国民全員にユニークな絶対被らない ID を付与するっていうのが基本なわけですよ。データベースってキーとバリューのペアなんですけど、そのキーになるのはユニーク、うん、つまり唯一無二のものでなければいけないんですが、 そのユニーク ID を、作るのに、まあ、分かんないけど戸籍のなんか名前とかその住所とかいろんなものをごちゃごちゃってなったキーで管理してるんで、うん、その同姓同名問題とか
ですね、異胎児問題とか、うんうんうん、もういろんなものが起きてきてトラブりまくって、うん、もうしかも今みたいな高性能なコンピューターではなく、うん、昔のあの本当にオフコンみたいなやつでそれを運用してたんで、よりそういう問題が起きてたんですよね、うん、なのでユニーク ID にすべきだったんですよね、うん、むしろ早くからだから、でも逆に言えば今なら十分すぐできるはずなのが、あで、まあ、今やってるんですよ。だからそれをやっていて、うんね、マイナンバーのシステムがあって、それに全部よ、ね、その寄せるからね、運転免許証だの銀行口座だの保険証だの、国民がみんな使うものをそれに全部紐付けていきましょうねっていう作業を今やっていて、最終的にはもうカードの物理カードすらも全部スマホの中に入れてしまいましょうねと、まあ、どうせクラウドなんクラウドとそのスマホを紐付けるっていうことを今やっていて、ほとんどのスマホにマイナンバーカードが物理カードも廃止できるぐらいところまで持ってきてるし、今のスマホってもう全部生体認証入ってる、そういったパスワードとかも基本的にはマイナンバーカードってパスワード入れさせられるんですよ、4桁の。はいはい、ありますね、ありますね。そんな何のセキュリティの意味もないよみたいなでもだからこれすごく大事なのに、結局左系のメディアは必ず反対するんですよ、ね、うん、やれあの国民背番号で監視されるとか、個人情報が大変でプライバシーがとか言って、結局今まで歴史的にあの堀江さんおっしゃったように昔からこういう番号の構想あるのに、結局左系メディアが一生懸命そういう反対をして、 でうまくいかなかった、うん、で今回もだいぶうまくいくかと思ったら、これだけトラブル起きちゃうと当然左系メディアは批判しやすい。まあまあ無視ではいいんですけどね、うん、システムってバグ基本ありますよ、うん、トラブルシューティーは100点満点無理でしょ。それはだって消えた年金問題に比べたら全然いいでしょ本当ですよね、うん、別にその実害が起きてるわけじゃないんだからさ、それによってなんかお金が盗まれたとかそういう話でも何でもないわけだから、ね、だけどマイナポイントはね意外と効いてるんですよ。要はあのマイナンバーカードまず登録し、あの作ります、はい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 、銀行口座紐付けします、うん、健康保険証金、うん、紐付けします、またポイントもらえます、うんうんうん、全部で2万5000ポイントぐらいもらえるんですよ。やばいですよ、ね、僕2万円って別に大したことないですけど、うん、普通の人を取ったら2万円ってめちゃくちゃでかいじゃないやっぱね、そんなお金なんかでみんな釣られねえよなんて批判してたんですけど、左系のメディアが、うん、もうね8割9割ぐらい登録してるはずですよ、うん、なあ、あれやっぱ聞いたんだな。おじいちゃんおばあちゃんとかも2万円ぐらいもらえるならって言って役所の窓口行って、まあね、なんか手続き手伝ってもらったし、はい、行列になってたりして、ね、うん、ただそれでそれだけこう普及したっていうのは、うん、だから給付金やる時とかにめちゃくちゃいいわけですよ。そうだからこれで給付金とか1回配ればみんな実感するはずなんですよね、うん、間違いなく予算それはもうだからそれ、まあ、マイナカード使ってなかった人はもう給付金あげないよって言っちゃえばいいね、うん、そう思うそう思う、めちゃくちゃ大批判されるでしょうけどもうボコボコになるけどね給付金倍にしますとかね、うん、あとからカードを早くなくしちゃって番号だけでいいと思うんですけどね、本当にさっき堀さんおっしゃったように、うん、だからスマホにあの紐付けられるんで、はい、ですよね、はい、物理的なカードをやめてもう ID で管理するっていう、ね、カードにするとみんななくしたとかまた騒いでなんかいろいろ批判されちゃうから、はい、絶対物理的なもんない方がいいですよ、はい、そうですよ。これだからネットのサービスのログインとかもめちゃくちゃ楽になるんですよ実は、うん、ですよね、はい、でこれ保険証に関しては特に例えば野党で立憲がこれ保険証は残さないと日本の社会で一番重要なのは紙ですからねというような発言して、これ本当テレビのワイドショーなどでも結構流れて、うん、保険証の話は結構この後紐づくことに関して抵抗をかなりメディアが出してるような気がするんですけど、うん、いかがですかねこの後。俺全く理屈が分かんないよ。私も本当に分かんない。つまり保険証確かに大事ですよと、でも最後は保険証紙である部分が大事じゃない。いや俺逆に保険証毎回持ち歩くなくていいから楽なんだ。そう楽で今保険証紙っていうかカードになってるじゃないですか。であれを持ち歩くの結構あのかさばっちゃうし、そうで結局最後は大事なのは保険証は保険証の番号なんですよ、うん、でそれを確認してちゃんと、保険組合入ってますねって分かるのが大事だから、だから紙っていう媒体自体僕は意味は全くないと思ってるから、野党の主張って結局、高齢世代にですよ、ね、やっぱそうだよなと思わせることしか言ってないから本質的には全く意味ないですよね、うん、でもそれだから国民をうまく乗せてるだけですよね。まあだからこれはちょっと突っぱねてほしいですね、うん、私はね、うん、ここはね、はい、絶対